ここで話をする？倉庫に入る？ここでいい。それで話って何？お前誰だよ。紙の作り方を知ってて作ったこともあるって言ってたよな。そんなのまあいいんじゃない。そうだね。じゃあお前がマインじゃないんなら、本物のマインはどこ行った？本物のマインを返せよ！わかった。でも返すのはいいけど、家に帰ってからの方がいいよ。え？なんでだよ！私が消えたら多分死体しか残らないから。お前何言ってんだよ。それってマインはもういないってことか？戻ってこないのか？多分これだけは答えろ。お前が熱でマインを食べたのか？半分正解で半分違うよ。私も本当のマインは熱に食べられたんだと思ってる。でも私がその熱じゃない。というか熱には私も食べられそうなんだよね。どういうことだよ。お前が悪いんだろ。お前のせいでマインが消えたんだよな。そう言えよ。私だって、私だって好きでマインになってるわけじゃないよ。もともと別の世界にいて、そこで死んだはずなのに、気がついたら子供になってたんだから。もし選べるなら、こんな虚弱な体選ばなかったよ。お前マインになりたくなかったのか？ルッツならなりたいと思う？少し歩くだけで次の日寝込むような体だよ。お前もマインと同じように熱に飲み込まれるのか？うん、そうなると思う。だから私に消えてほしいなら言ってね。いつでも消えるから。なんで俺にそんなこと？ルッツがいなかったら私はもっと前に消えてたから。前に母さんに木簡を燃やされた時、私倒れたでしょ。あの時熱に飲み込まれてもいいと思った。どんなに頑張っても本が完成しないし、もういいやって。でもルッツの顔が見えて、ルッツとの約束を思い出して、それで意識が戻ったの。約束？オットーさんに紹介するって約束。あれはオットーさんとベンノさんに会って約束も果たせたし、紙も作れた。できれば本を作りたかったけど、ルッツが消えてほしいなら消えてもいいんだよ。勝手だぞ。いつからお前がマインだったんだよ。いつからだと思う？いつからルッツの知ってるマインじゃなかったと思う？お前これをつけるようになったくらいか？1年じゃねえか。家族は気づいてないのか？私が変だってことには気づいているけど、マインじゃないとは考えてないんじゃないかな。それに父さんは私が元気なだけで嬉しいって言ってた。そうか。あ、ルッツ？
俺じゃなくてマインの家族が決めることだと思う。え、しばらくこのままでいいってこと？ルッツはそれでいいの？だから俺が決めることじゃねえって。ルッツは私が消えちゃわなくていいの。本当のマインじゃないんだよ。いい。お前が消えてもマインは戻ってこないんだろ。それに1年前からずっとお前だったんなら、俺の知ってるマインってほとんどお前なんだよ。だから俺のマインはお前でいいよ。ルッツの言葉に私の心の奥で何かがカチャリとはまった。それは目に見えない小さな変化だけど、私にとっては大事な変化だった。